タラッタッタッタン、I'm Rowdy! やらなきゃー、ハミヤックスでーす。今年はこの、コクうま、すき焼き、月見。これがね、なんかね、うまいうまいってね、いう噂がね、ちょっとあるんだよね。店員のお姉さんに聞いたんよ。これ何が一番人気ですかーって。なんと一番人気は、普通の月見バーガー。これがね、なんかね、一番人気だと。二番人気が、二番人気は聞いてません。じゃあ、おすすめはどれですかって聞いたら、すき焼きです!にかーってね、なんか感じのいいお姉ちゃんだった。で、ついでに買ってきたのがこの、チュキミパイ!なんか新しいね、このうまそうなソースが出たんで、ナゲッツ。こちらもね、買ってきました。それと、マフィンから始まる。まずはマフィンを食べないと始まりません。マックフリー。これがね、セットで、なんか安かったです。まず、普通の月見は、こんな感じ。どう?次はね、この、月見マフィン。これがね、これを食べんと、月見は語れません。千田三つを。でもって、この、すき焼き月見。これがね、お姉ちゃんおすすめの、おすすめの一品。これがチーズ月見ね。チーズ月見じゃない。これが何?すき焼き月見。実はね、これが一番うまいんじゃないかなと思ったよね。チーズ月見。今日はこれでいただきますか。
悪くないよ、かなりうまい。じゃあ次は、じゃあめちゃうまいという噂のこのすき焼き月見。この